This is the second episode of the Pagoda Build. We're actually not doing a pagoda today, but we're doing some other event through the school. But we're actually sitting outside the hotel and drinking coffee.忙しいですね。That's great. こういう仕事をやる人が少ないんで、自然の中で働けるのは素晴らしいですね。あ、それはありますね、やはりね、はい、まあ、自然に囲まれて、ね、いい環境といえばそうですね。この屋根は何年ぐらい持ちますか？大体100年から150年持ちますね、はい、それもこういう真ん中に穴が開くんじゃなくて、こういったところがね、やっぱり銅板、この熱収縮が激しいんで、そこでこう欠けちゃうんですよね、ひびが入るっていうか、ここで雨漏りがするようになってくるんで、大体あの神社のお寺の歴史をこう見ても、100年以内にリフォームした形跡がないんで、まあ最低でも100年から150年は持つだろうと一応言われてますね。